チョコ。え、おチョコ行きます？おチョコっすね。ちょっと揃えよう。ね。じゃちょっとやっぱ、ちっちゃめですね。ちっちゃめですよね。ジョンジョンテさんのコンセプトがめっちゃはっきりしてていいですよね。極限まで薄くするっていう。そうです。すごい。あ、先生最高です、これ。はい、最高だと思います。最高の、はい、最高です。ができました。はい。ピンと張った形になりますね。綺麗、素敵。いいでしょう。いいっすね、うん、いい。素晴らしいです。怖い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 。負傷寸前で、すいません、すいません。森さん舐めたんですか、ちゃんと。舐めたんですか。舐めましたよ。わかりました。もうその使い慣れた言葉っぽくでしょ。言ってくる感じね。ありがとうございます。はい、お、いいじゃないですか。行きましょうか。いいですかね、これで。いい、すげえいい。はい、よし、では取りましょうか。はい、はい。2つ目です。できましたよ。できましたよ。2つ目はちょっとこれ見えてますかね、おちょこな感じの ね、おちょこ。そうです、いいです ね、 そうですね。両方とも飲み口は割と、そうです、そうです、薄めに、薄めですね。そうです、口当たりをすごく意識しましたよ。いや、これはジョンテさんどうするんですか。僕ね、もうなんか感じたままに行こうかなと。うわ、もう匠の発言じゃないですか。ありがとうございます。匠でした。そうです、なんか土が言う通りのままにしようかなと。うわ、パクった。完全にもう陶芸はあれですか、もう全くの初めてですか。僕ですか、今回。僕初めてですよ、うん、いやでも、うん、小学校ぐらいの時に、ああ、ありましたね、粘土。社会科見学みたいな、そう、信楽焼きかなんか。ああ、その時は手回しろくろでしたけど。手回しなんだ。そう、とうとう何も喋らなくなった。花瓶作るんですか。花瓶ちょっと一瞬今作りたいなって、最近ちょっと花をめでる気持ちが。すごい、なんか風流ですね。ありがとうございます。花をね、いけたいんですよ。ああ、もうじゃあぴったりじゃないですか。なんかね、めっちゃ楽しい。うん、楽しい。あ、でも花瓶ってめっちゃ難しい、これ。だって最終目標のうどん鉢より難しいんじゃないですか。そうですね、難しい。マジっすか。中ボスの前にラストボスに手でかいですね、マジで。めっちゃでかいんですよ。足何本なんですか、サイズ。29っすね。わー、でかすごい。僕27ぐらいですっごい普通なんで、はい、だいたい一番最初に売り切れます。逆にそうっすよね。そうそうそう、そういう悩みもありますけど。そうっすよね。で29は逆にそんな入れないんですよね、その在庫を。あ、そもそもね。そうです、そうです、そうです、商品自体をね。これ作品ですね。はい、お茶碗と花瓶と、花瓶兼ぐい飲み用のグラス。まあ、そうですね。そこ普通剣じゃないですよ。そうそうそう。花と。はい。で、うどん、俺は。ここ行きましょう。もう僕も間違いなく。うどんですね。うどんでした。お気に入りの取っていきましょう。はい。はい、この勢いで 何度いろんなことを失敗したことか。もう一個一個聞いてみたい。全部聞いてみたい。そうです。ぜひ聞いてみたいですね。いろんな失敗あるんでしょうね。森さん、飲みに行きましょう。行きましょう、行きましょう。あれ、器持参で行きましょう。器によそってもらって、これ入れてください。結構でもいろんなお酒飲まれるんですか。僕、日本酒好きですよ。ああ、日本酒だ。だから、あれ、おチョコとかね、いいなと思って。家でも結構飲むんですか。結構飲みます。何、あの、朝まで飲んだりとかなんかあります。朝まで飲むことは最近少ないですけど、はい、うん、ジョンテさん、うどんは、はい、あの、あったかいうどんが好きなんですか、それともあのおつゆの入ってるうどんが好きなのか、うん、あのぶっかけとか、その、もうね、釜揚げとか、そっちが好きなのか。ぶっかけがすごい好きですね。あ、
さぬきうどんですね。うまいっすね、さぬきね。さぬきうどんですよね。そうです、そうです、そうです、そうです。そうなんですよ。僕もどっちかっていうとそうですね。でも大皿になりたがってるのでちょっとこうやばい戻してあげてください。僕の修正はどうですかこれ。あ、すごいです、修正力が。あ、やばいかな。あ、僕完全にお皿になりました。お皿、完全なるお皿が、お皿、平皿が。いや、どうでしょう。いいっすね。あ、ちょっと立ちました。立ちましたね。わ、すごい立ってる。これでちょっとあんまり広めないように。そうっすよね。できました。それで僕ね、しかは使いたくないです。あ、わかりました、はい。これでいきましょう。これでいきたいです。はい。はい、じゃあ先生、これで僕は、はい、いきましょう。これでうどんを食べます、僕は。俺、ここのこれが好きっす。そう思います。これなんかね、いいと思います。こういうデザインみたいな。そう、これめっちゃ好きっす、それ。それで。じゃあラストの作品ですね。ね、最終目標だった、はい、うどん鉢。うどん鉢。うどん鉢。できましたね。できました。はい。これは個人用です。完全に個人用でね。いただきます。いただきます。よっしゃー、ありがとうございます。ありがとうございます。花瓶にはそんな兼用聞いたことないけど、ね、ないっすかね。よくしてよくしてくれるっていう。いいっすね、この全然なんか普段見せない森大輔氏の。だって聞いてくれないですもん、誰もこんな話。僕にとって本当アレルギーですからね、そばに対して。それもう大切すぎないですよ。選択肢としては成り立たないじゃないですか。この2人でここに来たのは正解じゃないですか。大正解じゃないですか。大正解だと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。